れまだ帰ってへんで。まだ帰ってへん。いただきます。アボカドとブルーチーズのサラダ。そう、スペインの焼きそば。ご飯になりたい。たこ焼きやもんな、なれるよね。うん、マルシェ送った、届いてよかった。よかったです。そう、今お昼ご飯。うん、うん、2列目すごすぎ、しんちゃん。4時半にお昼ご飯、もう夜ご飯。何これ、玉ねぎさん。玉やー、ナイス。すげえ、あ、花火的な、すごいすごい、なるほどね、うん、ありがとうございます。今はね、4時半。日本の家に似てる。ナミちゃん、こんばんは。日本ちゃん、メリさん、こんばんは。10分枠追加しちゃ、いっぱい喋れる今回も。嬉しい。皆さん、トークポートお待ちしてるよ。カメリさん、ダルムさん、ありがとう。マツくん、ユージさん、こんばんは。まだスペイン、うん、日本に見える。気が日本っぽい。マツさん、こんばんは。とりあえず今25分絶対もっと追加してくれるでしょう。あ、確かに花火も流れると思います。ふっとしてこのプレイリスト的に。え、うそやん。9月21日、おそらく東京におるって。えみちのイベント来てくれるってことやん、絶対それ。最高なんですけど、めっちゃ嬉しい。しんちゃん、マジで。おいしたけくん、ゆきおほそむのいしゅうたこみさん、こんばんは。こんばんは。めっちゃ嬉しい。みんな9月21は東京、22は大阪、開けといてな。うん、うん、エミカじゃないの、しんちゃん。なんで怒るわ、それは。ヨガポート楽しみ、トムさん待ってる。ネコさん、こんばんは。前もう明後日か、ドッグポート早いな。1週間がなんかもうあっちゅうな。うん、早冬。そっか、NMB も両方追加したらいいんや、参加。NMB 何時から？時間をずらそうとする私。時間をどうにか言うて。ナミちゃん、こんばんは。こんばんは。アボカドを食べているよ。ナミちゃん、よく。え、なんか弾けた、すげえ。すげえ。ナゴトさん、押したもんね、しょ。時間かぶる？ほんま？ずらそう、逆に。逆に、うん、あと私も会いたい、うん、会おうぜ。会おうぜ、もはや。え、すごい、何これ、なんでこんな弾ける、めっちゃおもろい。めっちゃ弾けてる、玉ねぎさんいっぱい弾けてる、すごい、やばい、なんかこれずっと弾けてるとなんか画面なんか壊れたみたいに見える、割れたんかなと思う。やばい。あ、スマイル兄弟一緒に見てるの、ありがとう。マーさん、こんばんは。マー君、こんばんは。たまに先輩弾けてる、なんかよくわからんやつ、ありがとうございます。お昼のイベント1時からとかやったら大丈夫。あ、まだわからへんにゃ、メンバー選ばれたら行こうかなって、推しが、そういうこと。じゃあでもエミカにも会いに行こうかなみたいなさ、ないの。エミカ東京おるし会いに行こうかなみたいなさ。暑いからさ、こっちに出すわ。暑すぎて食べれへん。ねえ、長いねんけど、麺長いねんけど。焼きそばをアボカドにインしました。そんなことある。そうだよ、エミチの方優先だよね。
22日にエミチから会いに来てねやって。エミカが大阪に会いに行くから大阪で待ち合わせないじゃん。しんちゃんバレーパピネスありがとうございます。え、なるほどね。1日仕事休み、仕事行って週末休み。あ、今日も休みにしてくれてよかったの。おかしいな、なんで今日働かさせられたんだろうね言うてね。逆に闇の力で NMP 側をずらしてもらう、すいませんけど、あのなんかどうしてもずらさないといけないようなあれを作り出して カップ焼きそば何味。これはねスペインのやつなんですけど、お肉、肉味って書いてる、カルネって書いてる、肉って書いてる。でスペインのやつなんですけど、スペインで売ってるカップ焼きそばなんやけど、焼きそばって日本ってさこの形じゃなくないですか。焼きそばってカップじゃなくてさ、こういうタイプじゃない、こういうタイプのラーメンタイプの焼きそばってある日本って。とっちゃんこばば美味しそうでしょ。あ、デジタルフォト届いてるね、たけしさん。いや、ありがとう、ほんといっぱいたくさんね。スイカゲームいいな、スイカ食べたいな。とっちゃんこばば、ローマ字の焼きそば新鮮だよね。イブムさんこんばんは。つかみのじゃれてる本命は明日やのに。のだめのだめ。うん。おいしい。おいしい。でもちょっとなんかパサパサ。オリーブオイルかけよ。焼きそばに。オリーブオイルに焼きそばをかけるやつ。え、7時4時で働きました。お疲れ様です。いつもよりはちょっと短い。そんなことない。ちくさんと私も受けたいです。あっくん、はるさん、てんきさん、こんばんは。まずのファンデバッグにありがとうございます。カップでもある、あるんや。なんや焼きそば、あんま横しか私に、すごいやばい、画面めっちゃ割れるみたい。やばいやばいやばい。こういうタイプの焼きそばあんま見ないなと思って。あるんや。珍しい。でも、うなぎコラボセット強いですね、マー君。ライブで遊んでもらえてたら復活する。なるほどね、確かに。それはある。どっちお金ばっかりない。スイッチ、B ショップさん、こんばんは。のやつもある。今なんか焼きそばあるよ。ママにどんぶりタイプの人がいいと思う。どんぶりタイプ？まっちゃん、しんちゃん、ハートのやつ。スマイル弟、マーク、しんちゃん、おぼしてもありがとうございます。カジさん、こんばんは。でが普通にあるの、縦型カップの焼きそば。あ、そうそう、このずっと着てるね、最近これ。タクさん、こんばんは。明日は最善で強くない？マジで。テレキさん、ファンレバッグ、ナイス。おぼしてもいっぱいありがとうございます。割れるやつ、画面。エフェクト、画面割れたみたい。土日休み、土日休みでもいいよね、休める。めっちゃすけさんうどんで待ち合わせどうかな。すけさんうどんって何駅ですか。日本の先生、地上からごめんね。多分まだまだ出ない、まだまだ出ない。1年2年後やと思う。多分1年後ぐらい。まだまだです。しんちゃん、お星さまありがとう。とっちゃん、ファンレパピーメッセージありがとう。京都やドライブいいね。熱そう。平たいカップが好きな、平たいカップが当たり前。どちらかというと、うなぎとカツ丼とミニうどんいっぱい、お腹いっぱいだ。ネクストジェネレーションか。なるほどな。じゃあしんちゃんが一番推してるやつじゃん。 Wi-Fi 入れて、 Wi-Fi 入れて。グリッターいいですね。あ、これグリッターっていうの？忘れそうだね。もちちとか縦型。もっちっちね。広島まだかなって。あ、台風まだ通過しておりません。ふーちゃん、ペンライトあげてほしいなって。ふーちゃんね、あ、大丈夫、レッドの。あ、それはあかん。間違ったあかん。ダメだよ、間違った。ね、パープスのファレバップね、すっ。これね、私がこの縦型の焼きそばでびっくりしたというか、え、嘘やろと思ったのがさ、焼きそばってさ、お湯捨てるやん。お湯捨てるやん、こうやって。で、縦型のこのラーメンはお湯捨てへんから、こう持ってたらそのまま出来上がったら夫婦して食べたらいいけどさ、
で、縦型じゃないこっちタイプの四角い焼きそばやったら端っこ持ってさ、こうやってやったらさ、お湯流せるけどさ、このタイプのやつでお湯流すってなったらさ、こうした時にめっちゃ熱いねん。どこ押さえても熱くて、お湯流すのになんか普段の倍ぐらい時間かかった。やっぱアジエリさんいらっしゃい。終わってないよまだ。始めたばっか。バブルさんバレバレ言ったな。そうだよね。台風本当に気をつけて皆さん。アジエリさん来たら終わりや。狙ってるわけちゃうから。日本全員のホスピタリティ。でも日本でもあるって言ってたよ。日本で縦型のやつどうやって流すん？見たことないでも。マルさんこんばんは。うんふん。なんか、うん、考えられてるなと思って。マルちゃんこんばんは。また甲子園戻るんですか？強いドラえもんさん。チーズかけると美味しいですね。確かに絶対美味しい。しんちゃんマッサージ行こう。 UFO ビッグの上って何ですか？いじめられてない。あ、お湯捨てへん焼きそばってこと？どうやってやるの？ちょっとなんかお湯が残ってても大丈夫なやつ。やけどするよね。パスタにチーズかけます。もうパッサパサなるまでかけます。いじめたらあかんでって言われて、いじめたことないよ、なんでそんなこと言うの。いただきます。うんふん、うんふん。うん、お腹空いてたから。お仕事幸せやな、しんちゃん。買っちゃったから勝つのはいいことです。マリさん、ハートありがとう。うん、それかわいいですね。ねえ、何それ、めっちゃ面白い。誘導されて先に吐ける、おもろそう。こっちは見るわ、ずこさん、ありがとう。あ、わかった。 UFO ビッグってあのなんか1200キロカロリーぐらいあるやつじゃない？ね、めっちゃ大きいやつ。ゆきよさんこんばんは。目隠ししてめっちゃおもろいな、それ。考えた人天才。ここで言ってるじゃん、お前。え、対戦は、次の対戦明らかに日本中が敵って。人気校ですか？びっくりする、めっちゃ。タジさんキラキラの、ありがとう。カップタイム開けた反対側の蓋が湯切り。なるほどな。これもでもなんか一応こっちからしか出ないような蓋ついてたんやけど、こうした時のお湯が溢れてくるから、どっちにしろ手に当たって熱いなってなってた。お、え、すごい、やばい、待って、かゆさん、やばい、焼きそば全部出そうになった今、びっくりして。やばくない、かゆさん。カジさん、いっぱいキラキラナイス、ありがとうございます。すごい、皆さんカジさんに大きな拍手をお願いします。すごい、何これ、めっちゃかっこいい。え、何、当たりって書いてる？当たりなんとかって書いてる？当たり確定って書いてる？なんなんこれ、かっこよ。え、何これ、フランスパンスープにつけたら最高。確かに最近のカプセルのお湯材であげたら何だかなんだけど、え、どんな感じなんや、これとは違う、またやり方なのか。ゼップ大阪で埼玉まで行く記録ね。夏バテ。え、
お湯捨てるのに蓋外れてこぼれたって。それはまだない、輝いてる、キラキラやん、ほんまにかっこよ。これも余ったやつ、なんかイベント出てる、イベント中じゃないです、ありがとうございます。みんなあれイベントじゃないよ、カルさん落ち着いて間違ってない言うてびっくりしちゃって、びっくりしちゃってあ、なるほど、107年ぶり3回戦進んだ公立校で不人気やから。なるほど、いや負けろと思われてるってことですか。そんな思う人いるの。お、連続配信やった。ゆうちゃん今日のライブでうるうるしてた。え、あ、そうなの。もう終わりやもんね、卒業か。問題のモチベの低下夏場モチベーション保つ、みんなモチベが。私夏イベント4月やから、あと亀田美香の熱はちょっとキラキラさせてもらって。石本家って胴上げしてもいいかな。新大阪駅で胴上げめっちゃはずい、絶対。いや、マジでカズさんありがとうございます。びっくりしちゃってる、まだうん、あ、もっと難波のおじいちゃんやってるのおかずかな。よしも聞く。うん、何の曲でセンターしてるん。逆にアミチに集中してもらえる。いや、紅生姜いいですね、確かに。半分甘酢です。半分。半分でもすごい。ありがとうございます。どんだけ余ったんですか？そんなん私も思ったことない北海道に全集中、最後のグチッパーの人ですよねめっちゃびっくりだよね。私もなんか動画見て思って、なんでグチッパーしてんの私と思う。あ、何かわからない方、私のリールを、インスタのリールを見てください。キュキュと時期に流れるかも。なんでや、紅生姜の天ぷら美味しそう。またちょっと特番にもお願いしましたって。余って、そのちょっと違う余りやけど、ぜひぜひもう余らせていただいてね。あ、Now って曲？そうなんか、アスターショッカー次世代やからゆうちゃんおらんもんな、そういうことか。うん、マラフェビ英語バージョンもあるよね。わかる。いい曲いっぱい。パックな、ツイッターやん、ここツイッターみたいになってる。ご報告、何ナウって、ご飯ナウ。私テレミさん、ハートありがとうございます。よいしょ。焼きそば、焼きそば、ごめん、エクスパ。スレッズかもしれん。メニショーゴの天ぷらチップ美味しそう。ゆうちゃんプロデュースなんや。17年ぶりの配信やった。ヌードルフォーク世界選手権。どうしたら勝ちなん。ありがとう、猫ちゃん、こんばんは。特報これですか。
やてこもっていうメーカーです。みーちゃんこんばんは。お、マルシェグッときました。だってダンブ売ってくるようなこと言ったかな、なんかフフフ、さんパレバプレンス、ありがとうございます。みんなうな丼、みんなうなぎ食べてる。マルシェの画像、タブレット画面はでかすぎた。かわいい、いいやん、でかくてもね。写真一つって、1キロの紅生姜は絶対やばい。1時から6時からやって。これからますます頑張ります。だって頑張ってくれるの嬉しい。ありがとうございます。うべぴー。うなぎ屋の隣に住んでるんですか。強っ。ジュースなんじゃあかんのか。届かないコメント。そうやん、信じちゃうのやつバンされてる。あれじゃない、やっぱり私レンジ見てるんで、ショールームにいじめられてる説。届かないコメントはそして届くっていう。みんなでうなぎ食べたら明日から銀シャリは橋本だけかって。分かる人おる。ジジ暑くて生きてない。タメリさんバネバツなんて言うとどうなる。配信だから。梅干しはね、塩辛いが好きです。確かに。マルジェまだあとね、何人かまだもうちょっと借りて納品しますのでお待ちくださいませ。でもうちょっとだけ、もうちょっとで全員分終わる。うん、お腹いっぱい。あ、そっちか。なるほど、笑い芸人さんか。しんちゃん遅かった、残念。トミリさん、いっぱいキラキラありがとう。マルシェは、トダキさんがいっぱいメカに無茶ぶりしたやつ。面白いコメントが届かないんですか。ショールームにバンされて。生きた、マルシェ生きた。まだあるよ、しんちゃん。頑張りかったから持ってくって書いても届かない。一番届いてほしいコメントの中で、ん？コメントの中で一番届いてほしいコメントやん、そんなんの。ありがとう、しんちゃん。私がずっと悪いことばっか起きるから。やばすぎ、ほんまに。ユキボケがこうだからな。戻されてかわされて。誰に？え、鳥取で？鳥取買うわ。どこ？鳥の羽って。村山さん、ツイートしてもいいんですよ。うん、ほんとはしんちゃん、トクポケットすぐるん。え、そんな節分前に買ってくださってた お守り。みんな優しい、優しい。みんな三重県か、鳥羽。調整アプリ近いからかな。ルームに入れない症状も出てるし。だってルームに入れないのやばすぎる。
なんか嫌ですよね、それは。イベント中とかやったら最悪。あ、特保ですね、それはね。特保、特定保険用食品。兄弟の船、鳥羽。三重県といえば、はい、スペイン村。スペイン村って三重？歴史の話はちょっと禁止で禁止に。石波さんって女の人の願いが一つ必ず叶うって神社がある。え、めっちゃ素敵。今鳥肌だった鳥肌だって言えるのがすごくないアイドル的には民主的なの愛が足りないから。ああ、なるほどね。私はショールームのせいやとか言ってるけどアイドルさんは、いや愛が足りないんですねとかって言うんや。まあ練習しようそう、島スペイン村。島って愛媛じゃない。島って見え？音楽歌手さん、ごめんなさい。バナナバグやん。愛情のバグ。京都府の高校なんだって。見えですね。合っててよかった。さすがに島スペイン村はもう場所覚えてますよね。さすがに。シンジさんには逆効果やな。可愛いアイドルやって思ったけど、ファンからしたらあかんねんな。練習やめよう。ハダイクさんはラグビー強かったからね。よかった、私が言わなくて。しんじさん、うんうん、どうなの。でも本来言ってなんかあれかもよ。めちゃめちゃ可愛い子がさ、ほんまに好きな子がさ、うん、なんかミルキーさんぐらいの可愛い感じでさ、愛が足りないんじゃないですかって言われたらさ、可愛いってなるかもしれない。ネギ様お疲れ、ありがとう。でも私もアイドルじゃないからね、アイドルっぽいこと言えない。絵が足りないのって今まで握手会で何回も言われてるって。いや、それは嬉しかったですから。でも玉ねぎさん的には嫌だった。ってなっちゃうんや。でもお腹いっぱい。ねえ、エミカさんは現代を生きる俳優さんです。頑張ります。あ、ネイル取らなくちゃ、もうボロボロ。握手券追加しました。やっぱほら、好きな人は好きなんだよ。ほら、嫌な人はやっぱシンジさんみたいにさ、嫌やってなるけどさ、でも玉ねぎさんは上手に釣られてまんまと釣られてるから2パターンある。私にはかなりの効果ですよ。2タイプあるんや、シンジさんみたいな方と玉ねぎさんみたいな方と。
難しいですよ。だからアイドルとしてはどっちの方向性でいくか私は多分そんななんか可愛いこと言われへんからさ、理論的に、え、なんでバグとか言って、え、なんで入られかはったん、ちょショールームの問い合わせするとか言ってガチの、アイドルじゃないとしてもアイドル可愛いじゃないですか。アイドルっていっぱいいるんですよ。めちゃめちゃ可愛いアイドルちゃんたちいっぱいいるんですよ。やることさん、おしゃまありがとうございます。なんかこれ以上無理そうでって答えます。結構頑張って愛を届けようとはしてるんだけど、これ以上無理かも。そう、ドッグポッドもあんまわかるねん。メロンから一向にスイカになりません。あ、あ、愛が足りひんな何のメロンへの、間違った、スイカへの、スイカへの愛が足りないね可愛いこと言ってると思わんなやって、言い方、言い方、え、それも私への愛が取れないんじゃないって言われたら、なんかハーってなるけど、みたいな。でもなんかめちゃめちゃ、ほんまにめっちゃ可愛い子がさ、なんか分からん、エミカにはできひんはちょっと恥ずかしくて、なんかものすごい可愛い言い方です、お、そういう言い方があるんかみたいな言い方されたらさ、へへへってなっちゃうかもしれない。私なら君がそれだけの存在ってことさ。すごい、ここでおらへんのに、その愛が足りないって言った人がめっちゃ叩かれてる。エミカの人のことじゃないですけど。さすが塚さん。え、ひどい人は10回くらい入り直したって聞いてます。やばいですね、本当に。なんでなんですかね。サーバーの不具合みたいな、やっぱり。めちゃめちゃ可愛いアビさんありますけど、アメリさんが可愛いじゃないですか。ありがとうございます。優しい。あ、もう12時半。さくらんぼをおごそかにしたからか。あ、そう、さくらんぼはもう絶対おごそかにしちゃダメです。絶対にさくらんぼは見捨てちゃダメ。一番ダメなのが、あれだ、いちごになって、いちごといちごがこの辺でくっつかないとき、君これくっついてくれたら次行くねんけどみたいな、いちごといちごがくっつかない、ここの瞬間でこうなってる時がいっちゃんつらい。うん、かわいい、ありがとう、ピロカン様。おとわらんにょができたらできるやろあれかわいかった愛が足りない、そうですかってなってそうなんか玉ねぎさんだけやでつられるの数年前のウイスイカメイダとの握手会を思い出すなど数年前、佐藤さんこんばんは、下田さんにいつもありがとうって言われますよ。私も言いますよ、いつもありがとうって。私結構ありがとうってごめんなさいめっちゃ言う人やと思う。何人生でありがとうはめっちゃ言う。ほんまにスペインに来てもありがとう言いすぎって言われる私が得してて、いや、そんなことないと思うよ。多分その愛が足りないって言ったアイドルさんのところのファンの方はそれが好きな方が多いかもしれない。私のルームが、私のファン層が、私が結構真面目やんか、多分どっちかっていうと結構真面目で可愛さでするタイプじゃないからさもともとそうだから、私のところにこう集まってくださった方はそうじゃなくて、普通になんか本当にするとかそんなんじゃなくて、何思ってること、自分の中の本音の本音でつながれた方がいいよねって思ってくださる方の方が多いイメージ。大輝さんに言われて紫さんの間違っております。うわ、ちょろ塚さんや、やっぱ亀田さんに感謝されない人っているんですか、泥棒さん以外で確かに私この間インスタのリールか TikTok か TikTok か動画で、いろんなことに出会わせてくれたから、キャリーバッグを取った泥棒にも感謝ですねって書いて、泥棒にまで感謝できるなんて本当にすごいですってコメントとかで言われて、いや皮肉皮肉とか言ってアイドルというコンテスト全力楽しんでる方、あ、なるほどね、めっちゃいい。
ありがとうなら私からはアリが100だ。アリが100っても単純に殺虫剤よね。パック外してくるビル。お、いってらっしゃい。こうオープン TikTok ライブ始まる。あ、いってらっしゃい。TikTok ライブ。ドラえもんさん、ファネルアップです。ありがとうございます。かっくんとまきさん、こんばんは。オーラ。おもろいから特攻で愛が足りないって言ってみて。え、誰に？白玉さんに？虫扱い。え、アリが100だって。アリが通ってアリが100って。そこのなんかジョーク、ちゃんと私が今、受け取ったつもりやったの、くそ。しっかり今、ボケをちゃんと、うまいこと返したと思ってたのに。ユキの雑なボケを。玉ねぎさん、ドラムさん、ありがとうございます。皆さんの自身の可愛さへの過小評価は何なのか。私はいろんな人を見てきたから多分そのみんな可愛いんだもん。NMB ってみんな可愛かったし、可愛い子になんか囲まれてずっと生きてきたんで、そうながら私より可愛い人がいるっていうのはもう100も承知です。ユキのボケはコードやからな。お腹いっぱい、アイス買ったけどアイス食べれへんかも。ごちそうさまでした。可愛い子には旅を吐かせろ、頑張って苦労しろよ。何人かは愛が足りないで簡単に釣れそうだぞ。ちょっと足りないかも、愛がちょっと足りないかも、トークコート来てお話ししてほしいなー言うて。この映ってる焼きそばがなんかちょっとシュール。アイス食わへんの？あ、そういうことか。口に出してよかった。今何言うのかヒーローかなと思う。これが届いてたんですけど、これまずちょっと捨てるわ。めっちゃ汚い。なんでこんな汚いの？汚い。こんな袋をまずちょっと捨てたら。よいしょ。なんかいっぱい。金が足りない。愛が足りないなんて言われたらすぐ謝ります。かわいい。玉ねぎさんにはじゃあ効果的や。何このハート、ユッキナウ？めっちゃ全部教えてくれる。おしりとあれですか？前のタンプレで表してくださいって。もういろんな人がね、いろんな愛の形があるから。そうだよ。いろんな愛の形があるから。私はもう会いに来てくれたら嬉しいっていうのはそれはずっと言ってた。そう。なんか陰で応援してますねが嫌一番。陰で応援してるのは分からんから、そう、陰で応援しないでほしい。それだけ。陰で応援してますねは嫌い。本当にジップロックで落とし込みちゃう。うまいこと言うて陰で応援できません。そうだよ本当に。あ、9月の詳細マネージャーさんに聞いておきますね。ちゃんとマネージャーさんに聞いておきます。早めに出してって。やっぱり配信でたくさん投げる人がいてもいいと思う。そうだよ、配信でたくさん投げてくれるのもめっちゃ嬉しいし、イベント来てくれるのも嬉しいし、一人一人違う愛を見せてくれるから嬉しい。私は耳が痛いお言葉です。あ、陰で応援してる人、愛が足りないと、愛が足りない、あ、愛合わないといけないよってことか。
なるほど、深いな。そういうことか、そういう言葉が隠れてたんですね。かっこかりさん、チラリシャドウで応援します。なんかちょっとかっこつけた言い方の生ハムじゃないのよ、生ハムじゃないのよ。これおかばん、新しいおかばん、おかばん1個なくなったからね、取られて新しいおかばんを迎えました。はい、語りない。かっこかりさんチラリチラリ、そうなのね。どうしても会いに行けない人もいるからね。そうそう、だからどうしても無理な方もいるっていうのはしょっちゅうやけど、それでもね、配信とかオンラインっていうのも最近あるから、それでカバーしてくださってる方もたくさんいるし、本当になんかありがたい。リンゴですか、桃ですか、これですか、カバンです。生ハムじゃないの。生ハムじゃないの。見て、あ、めっちゃ柔らかい、かいいやん、可愛くない、あ、全然見えんかった。え、可愛くない、可愛いやんね。どう、茶色いカバン、カーボーイみたいで可愛い、カーボーイみたいで可愛い。生ハムです5年前のルイ・ヴィトンはちゃんと日本に置いてあるよそう、ちゃんと日本に置いてる。だって絶対に海外にルイ・ヴィトンとか持ってきたら絶対私さ狙われるの分かってるから、ブランド物のそういうのは見せびらかさないようにちゃんとちゃんとしてます。ムムムムって沖縄弁なん、焼きハムじゃないの。インスタまた載せますね。あなたの心は盗まれてない。ちょっと盗まれた。どういうこと？ちょっと盗まれた。悲しい。悲しくて。さあ、どんなにしたい、顔がテカテカなう、保温されたって言って取られたから新しいビトン欲しいですって言っちゃうやってくそそういう手があったか。やっぱり私はまだまだやな。でもお高いんでしょ。誰、ヴィトン、ヴィトンは高いよね絶対。それコロは酒場だ、タクヤくんこんばんは、ほんな保湿って言った、逆や、保湿って言った、え、じゃあほんって言った、すぐお弁当みたいに言っちゃうねお弁当、今何時？12時12分？チャビトンって何？ほら、ドラマ感想、何見てんの、ドラマ、クルさん、この分昨日に、今頃グランド豚肉、いけそう、食べちゃおう、いただきます。ちなみに明日のご飯、明後日かは知らんけど、アスパラ大量に買ってきたんだ
いいでしょう。あ、コカルさんファールバックです。ありがとうございます。いただきます。あ、うん、甘っ、甘い。ひりつまれ孤独な死を見て暗そう、うん、アスパラで、アスパラで固める胃を。あ、こかるさんファレバックね、ありがとうございます。あ、モーニングいいですね。ラベルさん、おやすみなさいです。良き夢を。うんうん、サクレージじゃないです。ワイルドサンダーじゃないです。ロータスってわかる？クッキー、ロータスのアイス。近所のスーパーで買った。シェイクスピアじゃないの、ユキ。え、何？空白ドラえもんさん。うん、なんで知らない？これ見せてやろう。わかった？そんな。ハス葉っぱ？ロータス。これクッキー大好きなんだけど。これ日本売ってるの？ねえ、まあちゃん、売るよね、ロカム。アイスはないけど。アイスクリーム、アイスクリーム。なんて読むの？韓国語で。確かに、喫茶店でね、こうせた問題についてくることある。セックスでピーや。どういうこと？めっちゃおもろい。にゃーみたいな。あ、なんかいっぱい。ね、家にある？これ翻訳機でチャットしてるか。あ、これ？すごい、そんなことできるんですか？ひくちゃん、こんばんは。こんばんは。どうしよう、君、みんな、やばい。私も、今日タラゴナに戻ってきたんで、ちょっとアンパッキングをします。ゆかさん、お星もありがとう。まだ、もう一回ちょっと戻るけど、マドリードは。でも、半分ぐらい荷物持って帰ってきたんで、綺麗にする。みーちゃん、こんばんは。今日も仕事中寝たけどいいですよね。雪はいいよ、許そう。では皆さん、アンパッキングしてくるので、皆さんありがとうございました。ご飯付き合ってくださって。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。アンパッキング。で、ちょっとランキング読みます。いきます。13位、ゆき。12位、ともちさん。11位、ドラえもんさん。10位、つかさん。9位、とっちゃんさん。8位、まつさん。7位、しんちゃん。6位、ひつさん。5位、じじいさん。4位、かたいちさん。3位、ラゴータさん。2位、たまねぎさん。そして1位は、かじさんでした。イェーイ。
ありがとうございました。カリさんタワーありがとう。メロディー、ルビーの未来、ありがとうございます。じゃあね、みんなありがとう。ショールームの花火大会楽しんでね。おやすみ。また明日皆さん。バイバイ。明日はちょっと早めに配信します。お昼に、スペインのお昼前にしてね。バイバイ。ありが100。バイバイ。